圭介ですけども、佐藤さんは今日はご出勤でしょうか。誰ですか。佐藤さんはご出勤でしょうか。佐藤さん、どちらの佐藤さんですか。地域、いや、フルネーム聞いてないんで、昨日は僕の話聞いてくれた人で、何回か結構ちゃんとメモして聞いてくれる方で、その僕にも相談してくれたらいいかなっていうことだったんですけども、ちょっと今日も当直交代してますので、そちらおられないですか、ね。今電話に出られてる方に聞いていただきたいんですけども、はい、状況ホームページは YKS 君利益の一番に記載してるんですけども、こっちもね、証拠の撮影しなかったら証拠がない状態っていうことに多分もうコンピューターの判定がなってるのか、やっぱり夜眠れなくなりますね。で、薬飲んでも効かない。もうきついところじゃないですね。で、もともとその淡井圭介と結婚話をしていたアナウンサー関係とかもその精神病院とかに、まあ、助けに来るような形ではあるにせよ来ていた。で、そこでつながりができてしまってる。で、警察官の方たちにもそのスポーツ業界への進出があるからやっぱりつながってしまう。で、通報した時に例えば警察官の方が僕たちが来た時には現場には誰もいなかったでっていうことを言われてしまうとどうなるかって言ったら、やっぱりそれはそれで眠れなくなってしまう。で、もう昨日特にもう普通に通報しましたし、特別僕が怒ってるわけじゃなかったし、その後撮影とかもしなかったんですけども、だけどももうそうなると今度証拠がないという形で、多分これコンピューターの差配でそうなってるんだと思うんですよ。僕もよくその設定がどうなってるのかわからないんですけども、これ多分ね、最終的にそのテレビ局って結局ずっとフェイクニュースを放送してたわけじゃないですか。で、その大元はやっぱり内閣総務省の管轄ということになってくる。で、総理もよかれ悪かれ僕と会って話したことある人たちが総理になってる。で、結局全部つながる。で、コンピューターがどういう判断してるかもう僕も分かんないです。僕までその責任問題が及んできてるのか何なのか。で、やっぱり睡眠不足にさせられてるから、今日も訴訟用の書類は昨日提出する内容とかいろいろ自分が以前書いてた内容とかちょっといろいろ書き直したりとか新しく作り直したりとかしてたんですけども、もう今日も朝からもう気力はもうないですね。もう本当何か別のことして気に紛らわさなかったらもう無理です。本当にもう分かりました。はい、もう、はい、つらすぎます。以上です。はい、はい、すいません。ホームページは淡井圭介の履歴の一番のところに、今日の日付のところに、まあ、2分ほどで読める文章、まあ、十数行ぐらいのものなんですけども、はい、まあ、ちょっとした内容は書いてるんですけども、昨日、例えば道歩いていて、昔、報道ステーションに出ていた、市川博子が極端に若返っているか、市川博子の娘と思われる人物が歩いていて、訴訟を手伝って、くれるんだったら助けてっていうことを声かけたんですけど、やっぱり無視される。で、その佳子さまがこの辺歩かれる時もそうなんですけども、やっぱりこっちは睡眠不足の時なんですよ。で、その子さま、はい、秋篠宮家の佳子さまで、その辺どこを通るんですか。僕の家の周りと、いや、もともと子供の頃からに行って、向こうの方は僕にキスしたりしてるんですよ。で、結婚話、そうで、その辺のところで、そのホームページは IKS が履歴の90番のところに、その今まで僕と佳子さまが、動画とはいえ心の声とかで、意思疎通を教える内容っていうのは、見れます。で、ただこれね、その向こうが意地にもなって僕の家を訪ねなかったり電話をかけないっていう方法によって、多分正直に言います、もう多分こちらの睡眠時間取ってますね。去年もそうだったんですけども、自
分で、言ってます、うん、よく眠れてるって。だから本当はスポーツ業界の総裁とかをされてるのは、各王室の人たちだから、あの人たちが本当は頑張って平等な世界を作らなければならなかった、だけどもそれを僕はしなければならないような形になってる。さらに、僕が睡眠不足になって抵抗力がなくなってる時に、多分神がかり的な力の方で外におびき出すような形で遭遇させようとしていた。でもう本当に体力低下してた。もう話し合う気にとかもうならない。もういい加減にして、この方法って普通になんて電話かけてこれないのになります、絶対。で多分目的は、佳子さま他にも結婚話してる人の男性は他にもいて、それは自民党員なのか立憲民主党員なのかわからない。で、そういった男性たちとの争いに多分僕は巻き込まれてるんだと思います。多分ね。だから結婚を誰としたいのかっていうことを佳子さまが自分からはっきりと言っていて、あとテレビ出演者も全員がそうだった、本当は。それをしていれば、こんなに多数で、ものすごい数で、一応ある程度の一時的には有名人になったものを50人ほど結婚話に持ち込まれたら、こっち側の方がもう対応なんか絶対できなくなる。大体デートらしいデートなんかしたことのある人がいない。で、架空の形式が出来上がって、阪神・淡路大震災の被災者で仮設住宅暮らしの人間だから、仕事、高級の仕事を与えられていた。これがテレビ出演者の藤原紀香さんとか、過去テレビ局の看板アナウンサーだった者たち。これも年齢の幅の層は、下の方までは宇賀なつみとか、ちょっと前までは、もうテレビ出なく、ほとんど出なくなりましたけども、宇垣美里までとか、もう広がりすぎて、収集なんかもうつかない。で、もう僕も、もうだから、正直もうこのコンピューターの仕組み考えたら、この結婚話の件も裁判所に挙げたら自分がどんな目に遭うのか分かんない。怖くてできない、そんなこと。それ、佳子様とかの名前、呼んで、呼び出して、本当のところどうだったのかっていうところを聞かなかったら、まずシステムがどうなってるのかの解明から始めなかったら、こっちが抜け出せないような形に多分なってると思います。で、30代の女性の2名の皇族の方たち、あの人たちも僕に会いに来てるから、この変なシステムに巻き込まれて、その変な方法、家の横を通り過ぎたりする方法、結婚希望相手をはっきりと自分から言わないことによって、自分たちまで結婚できなくなってるっていうことに気づいてるのか気づいてないのか。で、多分この方法で進むと、佳子さまも結婚できないと思います。国連とか世界中の政府上層部の人たちが僕の結婚話のことまでちゃんと知ってますから。向こうもスーパーコンピューターとか持ってますから。わかりました。もうこの司法、もうこのわけのわからないコンピューターの当時も絶対無理ですよ。ちゃんと自分から電話かけてとか、それしないだともう絶対彼の元に来ないで、で彼も声かけても返事してくれないだけで、もう気力は根こそぎやられるって、もうだいぶ前がもう限界来て、もうそれやめてって言ってるって、何十年も前からって。それなんとか警察の方から各テレビ局に伝えてもらえませんか、どうこいつに。で、それ何でも前にも有馬警察の人たちに頼んでるんですよ。だけどもずっとその形式が終わらない。多分これ睡眠時間取れるから向こうもやめれなくなってるんじゃないですか。気分よくなっちゃって、無理、こんな状態だったら河川専門外資玉線とかもうその進めていく切ることが、なんでこんなに何もかも背負わされて、僕だけ賃金何も払ってもらえなくて、やらされて、で遊んではならないルールでがんじがらめにさせられて、で昔はそれで阪神タイガースはずっと負けていた、最下位独走させられていた。全てが分かった時に許せることと許せないことがある。黒人初の大統領オバマさんが誕生しても、人権の部分何にも変わってない。逃げ出したくても逃げ場がない。精神病院でもスポーツの勝ち負けやらされるんですよ。でそれサタデーステーションの僕は番組を与えたのに、高島彩がそれを言い出して精神病院で夜中起こされて、海外の競馬の試合、賞金額も本当かどうかなんか分かんない。サウジアラビアだったか、アラブ小国連邦の、ダートの賞金世界ナンバーワンって言われてる10億円の話も、普通に考えてありえない、そんな金額。
だったらもう高島彩が言ったんだからお前がせえよって、これはこっちの本音です。でエネルギーの残存量問題競馬界にもメッセージこっちは発信してます。守ることは守ろうって、海外の各国も一頭しか馬出しないって、日本だけ馬何頭も出しのあれなんでって、少なくしたらそれだけエネルギー節約できるじゃないって。お金の話だったら円安になるだけだから、エネルギーの残存量問題でみんな取り組まなきゃダメだって言ってるのに、みんな言うこと聞いてくれない。こんな状態でこっち側がその怒るなっていう方が無理だし、怒ったら怒ったでどうなってるかって言ったら、これ怒ってるんじゃないですよ絶対。ある程度しっかりした口調で主張しなかったら、あれなんですか、競馬界で僕と会った武豊さんとか、僕と一緒に会って仕事したもう辞めてるはずですけども、福永雄一っていう騎手、同い年の彼、海外の G1 でも一番勝ってるんですけども、怒ったり落馬してます。で、最近流れたニュースで、多分前も放送されてた内容だから今年じゃないと思うんですけども、今年に関しては僕はまず怒っていません。で、正しいスポーツの試合で、試合中に阪神タイガースの選手とか気を利かせて淡井圭介一人の負担じゃもうどうにもならないっていうこと分かってるから、みんなで試合しますって言った時に、他の球団の選手とかが試合中に怒ったりしても、多分同じようなことが起きてる可能性がある。一応まあ福永雄一騎手に関してはもうやっぱり大怪我とかしてるから、もう馬なんかに踏まれたら、もう例えば顔面とか踏まれたら顔面潰されますから、今まで死亡事故なんかいっぱいありますし、後ろから走って落馬した後、後ろから走ってこられてる馬に踏まれた穴も500キロ近くありますから、馬なんてもう危険だから、もう調教師とかそっちの方に行ってって、もう僕も、もうこんな話に付き合いきれないって言って、でそれで調教師の方に回ってもらったりしてるんですけども、武豊さんはまだ残ってるんですよ、ジョッキーとして。ある程度の部分の感情が悲しくなったら悲しくなったで、ピッチャーどうなってるかって言ったら、ストライクしっかり投げれない、デッドボール出してしまったりしてる。何とかしてるのが、その僕は朝起きてその天の神様へのお祈りなんですけども、一応日本選手が海外まで進出してるから、世界中のスポーツの選手が安全なように、天の神様、アマテラスの大神様、それは天皇陛下のことじゃなくて天の太陽をにお祈りをするっていう形で、でだけどもそれ時間帯お祈りするのを間違ってで夕方とかに行っちゃうと、時間軸で向こうは日付変更線で次の日に入ってしまってるから、夜それはそれで向こうのスポーツの時間帯が始まってるから寝れなくなる。こんなにたくさん対応なんかできない、最初からこんな、その一般の窓口の警察官の方に言っても対応できないっていうことは分かるんですけども、とにかく今日いったホームページにその有給っていう形で、しておいて、そのプロ野球業界をお金払うっていうことは言ってくれてますから、もともとは。で、それで逃げ延びなかったら、もう今日は持ちこたえれないんで、まあ、誰かこれ、警察に言ってるのも、その民法の方の、民事訴訟法の方かな、その、承認の方です。これ誰かに言っておけば、それコンピューターもの方も承認として認めるはずですから、それでなんとか逃げ延びようと、もう正直に言います。もう今日ゴジラマイナス 1.0、これも僕の提案で作ってもらったものなんですけども、そういうのでも見ても気紛らわさなかったらもう無理です、精神的に。ずっと遊んでない状態なんて。以上です。ごめんなさい、長電話で。わかりました。はい。お電話相談していました淡井圭介ですけども、まあ、今電話出られている方は別の方だと思いますけども、ゴジラマイナスワン見ても白黒でしか映らないんですね。先ほど電話淡井圭介の内容を聞いていただいた方に、
彼がこう言ってきてるけどもどういうことなのっていうことで聞いていただいたらわかるかと思います。はい、以上です。はい、最後の方もうとにかくしんどくて辛くて、もうああいうような片言の言葉になります。で、一回一回本当は電話出てもらった時に警察官の人が全員名前名乗ってくれたらいいんですけども、名前名乗る人がまずいないんですよ。だからその前に電話出てくれた人だから声聞いた時にあ先ほどの人だなっていうような形で話をしてるだけで、だからまず電話に出た時に最低限普通名前名乗るんですけども、みんな名乗ってくれ、ほぼほとんどの人は名前名乗ってくれない。でだからこちらも先ほど電話した時に対応してもらった〇〇さんに言ってもらえると分かると思うんですがっていうようなことがやっぱりもう話が伝わらないのと、あとは、最初に電話をかけた時に佐藤さんっていうことを言った時にどちらの佐藤さんですかにやっぱりなるんですよね。佐藤さんっていう名前もすごくたくさん、いらっしゃる方の方の名前ですし、なかなか珍しい名前の方じゃなかったらまずフルネームで名乗ってもどうせ同名の方が結構重複すると思いますね。私の場合だといろんなところから来てる人たちが多いでしょうから、何か昨日、有馬警察署の方、その佐藤さん、有馬警察署に来てる警察官の人の数、とんでもない数を言ってたんですけども、だいぶいろんな人が来てるっていうのは、それは事実なのは分かります。例えば昨年、大阪の高等裁判所の受付に書類を追加で持っていったときに、受け取っていた窓口の人が有馬警察署の受付、夜の当番に、いたりだとか、それもその時何かこの人見たことあるなぐらいなんですよ。だから受付に書類持っていたのは去年のその1回きりだから、去年の間だけで言うと、だからそんなに別に顔を覚えてるわけでもないし、その人の名前もわからないですし、でその人が、有馬警察署の、受付にいたりだとかで、楽天の方の三木谷さんらしきと、三木谷さんですかって聞いても笑いながら、いえ違いますよって言ってましたけども、声聞いた限りどう聞いても三木谷さん、もういろんな事情でいろんな人たちが入れ替わりで来てるから、それ結局僕のホームページとかを見て順序って大体の状況とか理解してもらった方がいいと思うんですけども、この状況どう考えても無理ありすぎますね。最終的に味方というか仲間というか、そういう立場立ち位置だったもの、もしくは会社の人たちも結局敵側みたいな形になるんですよ。結局誰も手を差し伸べないから助けるっていう形で、その警察官が仕事的に淡井圭介をからかいに来るものとかをこう取り締まったりしてくれてるのは、それは別として、そうじゃなくて僕のホームページで述べてますけども、天皇家の人たちが弁護士をすぐにつけるべきであったと、それが自体が一番丸く収める内容であったと。賃金の不払いとかのところは簡単にそうでしょうし、あと精神病院の件とか、あと晴山整骨院の件も、でスポーツ業界の件に関しても、もうその辺を大っぴらにして、担当者が誰になるのかっていうのをもう裁判所で決定して、もうそれで用紙を全面的に僕のホームページとかで公開してもらって、抜け出させてもらえなかったら無理ですね。結局は僕が勝ち負けの軸にされてるのは、もう今日有給とか言ってますけども、結局今日阪神タイガースが1点差で勝ってるんですかね。だからそれは森下選手がデッドボール食らって、でそれで近本選手がホームラン打ててるようにしか見えないんですよ。もうそういうケースばっかりなんですよ。その試合で何が起きてるかっていうのを毎試合毎試合ずっと見ていたら気づくんですよ。昨日の晩も寝れたの2時間なのかな3時間なのか、もうよく分かんない、もうずっと寝れない、なかなか。で
ゴジラマイナスワンってもしかしたらシン・ゴジラかもしれないですね。アメリカでシン・ゴジラって放送していたとか、ゴジラマイナスワン、なんか最初の方似てるような気がするんですよ。で、画面途中でカラーだったんですけども、目を離していて、パッてもう一回見たときに、また白黒に戻って、もう最初から白黒で放送されてます、YouTube。YouTube じゃない、訂正、Amazon、Amazon のプライムビデオ、お金払ってるのに。何かで僕に、被害を与えて、その代わりにどこかで誰かがスポーツ関係者で買ってるのかもしれないですね。だからずっと阪神・淡路大震災の被災者である淡井圭介を助ける話が、ずっと淡井圭介を助けるはずだったのに、ずっと誰も手を差し伸べないで放置していた。大きな話を言わせていただきますと、皆さんの前で、その後世界政府の上層部に上られる方たちとか、その当時の世界上層部の人たちとかがフルーツラブワークに集まって、まあ、成人様と雅子様が清掃されて、公式会見でしたから、清掃の時は。その時でその黒人初の大統領、オバマ大統領その人権作文を読んだんですよ。中学生の頃に書いた。なんか悲しい気持ちだったから、文字めちゃくちゃ汚いですよ。あの手、天地からしっかり入るか入らないかの話になってきますから、ただそれだけじゃないと思う。その白人側の人たちとかで、その黒人の人がアメリカで大統領になるっていうことを心よく思わない人たちが、結局コンピューターを媒介にして、文章を書きにくくしていたのかもしれない。これはあり得ます。どう考えても神がかり的な力のその電波の仕組みを考えると、スポーツの勝ち負けと、もういろんなこと分かってくると、もう絶対そうだなっていうことが分かります。黒人初の大統領にそのオバマさんがなって、もちろんオバマさんだって大統領になってものすごく悔しい思いいっぱいしてたんですよ。記者会見終わった後、もう思いっきり足でドア蹴破って出て行ったりとか、一応そういう映像を僕の家の方には流れてきています。で、まあ大変な思いいっぱいされたと思うんです。で、形的にノーベル平和賞を受賞するんですけども、あの賞金も多分嘘だと思うんですよ。1億5000万円っていう話、とりあえず1億5000万円が本当に手元に入ったら、人生その年金掛け金2000万円だとか、それ1月15万円だとか、一軒家買えたりだとか、納税があるにしようしろ、まあそこまで到達できるわけじゃないですか。だけども、多分ノーベル平和賞とか、ああいう賞に賞金多分ついてないと思うんですよ。それをいつ何かテレビ局とかが賞金をつけ、だからもうフェイクニュースが多すぎて、何が本当なのかもうみんな分かんなくなって、こんな社会絶対無理で、もう今日も恐る恐るそのスポーツの結果を知るのに、あと例えば今日だったかな、井上尚弥の試合とか、普通日曜日の方お客さん来るかな、ゴールデンウィーク6日までだけどもとか、そういうふうに考えたりだとか、いろいろもう気にしながら、恐る恐るスポーツの結果のところを、見て、明日試合、まあ井上尚弥の試合は明日かと、で今日の試合、まあ昼間のゲームで、大体の試合が、試合終わってると。今もちょっとしびれが来てますね。血取られてるんですよ、そのしびれが来てる時って。その血がどこに行ってるのか分かんない、本当に。もうスポーツの話しただけこれですよ。もともとおかしかったんですよ、日本の人口の表記とか。4000万人いるかどうか分かんない今の国境の中で、まあ、一般人向けに言いますけども、1億2000万人の話は、朝鮮半島、つまり北朝鮮と韓国と台湾と満州国を併合していた時の人口で、第二次世界大戦の頃が1億人っていう表記をされているだけで、後から戸籍謄本が回ってきて1億2000万人で、そこからさらに死亡届で引いていって、プラスマイナスしてる、してます。だから高い4000万、まあどこの国もそうなんですけど、もう表記されている人口の3分の1か4分の1ぐらいです。で、まあ、モンゴルに関しては嘘は言ってないような気がします。300万人っていう数字。
大体そんな数字で現行の欄なんか絶対無理ですよ。中国まで統一して嘘が大きすぎてみんなそれ信じちゃってるから、西の方はヨーロッパまで行って赤十字軍と戦ってた、それみんな信じちゃうんですよ。テレビで放送すると時代劇とかしちゃうと300万人ですよ。昔もっと人数少ないと思いますよ。大体あんなところ山岳地帯歩いてそんなもんね、冬場なんか絶対無理ですから。航空なんか北海道でさえ今の近代文明だって大雪の時なんか外なんか出たらもう絶対死ぬから出ちゃダメよっていう形にしてるんですから。ちょっと待ってください、もう頭の中もう睡眠不足プラス今頭の中取られてるから何話したらいいかちょっと分かんない。まあとにもかくにもだからこれ見て僕はどういう目に遭ってるかっていうことを理解していただきたいのと、あとはそうできるだけ有馬警察署の人たちも電話出てもらった時名前できるだけフルネームで言っていただきたいですね。それしてもらってもまあ何々かとかも言ってほしいですね。昨日佐藤さんと話していて何々かっていうことを言ってくれてたかな、どうかな。まあちょっとまあ佐藤さんと話もこれ食い違ってたんですけども、その生活安全課の平田さんを変えてほしいっていうことはまあ若松さんには言ってるんですよ。夜勤の眼鏡かけた老人男性の方に。で分かりましたっていうことで、で平田さん自体がその電話に出てきたことがあってで、変わってくださいで、分かりましたになってるんですよね。だけども、まあ、佐藤さんがその件だったら竹中さんと平田さんの方がいいわっていうことに従うんですけども、だからまあ平田さんの様子見ていて分かりましたよ、僕と同じ睡眠時間にさせられてるって。だからそのなんていうんですかね、このシステム自体絶対変ですよ。みんなもう警察官の人たちも変だっていうことを気づいてると思うんですけども、そのどちらかというと政府の隠蔽とかを暴いてる方じゃないですか僕って。建物を余計に建てていたりとか数字ごまかしていて、地方交付税法とか、政党交付金から万博始めたりとか、だから犬にそれもね考えたら万博なんかする必要ないし、もともとドームとかあるからそこで各ブースとか作って、でそこで短期的に本当に何か出し物があるんだったらしたらいいだけであって、あとビッグサイトエキスポとかああいうそういう展示専用のところをせっかく作ったのにさらになんか万博を新しく作るってもう発想がむちゃくちゃだから、で東京ドームの次にもう一個ドームを築地に作る予定で豊洲移転したみたいだから、だからそれは今僕の動画の方で、そこはもう開けておいてほしいと。東京のあのビルの高さ見たら分かると思うんですけども、もう瓦礫の量が今までの量と全然違うんですよ。東日本大震災の時とか瓦礫とか関西まで で受け入れてましたから、もうここまで運んできてもらったらいいっていうことで、当時橋本徹さんが大阪府の知事だったと思うんですけども、船で運んだらいいっていうことで、まあ僕が言ったような気もしますし、ちょっとまあその辺ははっきり覚えてないですけども、瓦礫の撤去ってそう簡単じゃないですから。東京都のその昔あんなに高い建物なんかみんななかったんですよ。で人口減っていってるのに建物高くなってる話も全部めちゃくちゃで、次とかから次へとエネルギーがこれだけ少ないって言ってるのに残り、もう残り54年分よ石油があって、僕は若い頃残り69年分20歳ぐらいの頃減っていってる。もうロシアなんか1万5000メートルまで掘ってくれてるのに戦争のフェイクニュースなんか流してる、めちゃくちゃもう頭おかしいことして金儲けしてるから、テレビ出てる人たちなんかまともな世の中なんか絶対作れない。もうやけになってるとしか思えない。もう築地だけは空きスペース残しておいて、大きなビルとか解体した時にそのリサイクル場とかでね、そう簡単にその金属とコンクリートを押し分けれるかって言ったら、順番にしていくしかないから、一旦築地のその空いたところに一旦の仮置き場とか作っておかなかったらどうせ無理だから、もう後の世代のことなんか何にも考えてない。もうスタジアム日本中にこれだけ作ったんだから、複数本拠地制度にして、その方がお客さんとかファンつくんだから、まだ本拠地がない地方のところのお客さん、それで複数本拠地制度にして、3月下旬からシーズン始まるんですから、ナイターなんかお客さん寒い、スタジアム
夜になったらもう体を動かしなかったら耐えられないから、だから南から北に向かって順番に巡業して、だからまあ南の方の例えば九州、四国、沖縄プラス、関西とか関東とか、北海道、東北とか複数のところを本拠地にしておいて、まあ、夏場とかは、東北、北海道で試合をしておく。これでお客さんもあんまり暑くない、エアコンも使わなくて済む、エネルギーの節約ができる。どちらにしてもおちんこものすごい少子化してますから、今年開幕してまだ間もない頃、4月だったと思いますけども、阪神タイガースと中日ドラゴンズの試合、中日もそんなに順位悪くない、ゲーム差もそんなにない、で、まあ、エネルギーの残存量問題を気にして球場に足を運んでくれてないのかどうかっていうところだったんですけども、19時30分ぐらいに見た時にお客さんの入りが1万8000人ほど、もともと名古屋ドームって3万人入るかどうかなんですよ。で、まあ、みんなエネルギーのことを気にしてくれてるのかなって、まあ、開幕してまだ間もない頃だから、そのお客さんでいっぱいになるような時期じゃないですか。だけども20時過ぎてからのその無料になったりする例の件だと思うんですけども、20時過ぎぐらいに見たら球場いっぱい、これが実態。お金持ってる人あんまりいないから、普通に考えたら分かりますよ。年間100何十試合も試合して、全部は全部お客さんお金払ってこれるかって言ったら、そんなことしてたらね、ちょうど複数本拠地制度で良かったんですよ。で、建物がスタジアムがそれだけなかなか老朽化しないから、お客さんが乗ってるから何万人も、だから何千トンっていう重たさになるから、ひどい時はお客さんがその飛び跳ねたりしてたでしょ。あれでずっと震度1を計測してるから、球場って本当にあれはかなりまずいですね。何時間にもかけてずっと震度1のダメージを球場が被るって、もう早く解体しなきゃ危なくなっちゃいますから、だから順番に巡業することによって、だからもうスタジアム、今作ってるスタジアムが全部なくなった頃、そんな頃石油なんかもうないっていう話になって、もう輸入自体があるかどうか分かんない時期なのに、新しく東京ドームを作る、もうむちゃくちゃですよ本当に。世の中分かってないにも程がある。もう札幌ドームなんか本当にわけ分かんない人たちが、2つ目の、じゃあ札幌じゃない、札幌ドームのもう一つのドーム、北海道になぜか日本ハムが2つ目のドームを作ったっていう話、あそこの人口もどうせ嘘の人口だと思いますけども、北海道の北広島市っていうややこしい名前の市なんですけども、人口表記されてるの5万人ちょっと、そんな人口のところってどうせそこも3分の1か4分の1なのに、真面目に生きてる人間なんか全然いない、真面目に生きてるつもりになってるだけなんだと思います。知識は全然ない本当に、していいことと悪いこと全然分かってない本当に。もう僕だって本当に投げ出したい、こんな世の中投げ出したいけども、電波で無理やり起こされたりとかで強制的にその河川水門開始玉発電の方をさせられようとしてるのかもしれないし、抜け出せない僕だって、抜け出したいけど助けてほしい、だけども誰も自宅に訪ねて相談に乗ってくれない。過去様まであの調子絶対終わりますよ、世界中まず間違いなく。もう今日も書類とかもう書くつもりなんかないですから、もう頭回んない 2,3 時間の睡眠時間なんか、もうなんとか気力で言いたいこと言って終わりです。以上です。